アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですね、極フェスカウントダウンガチャやっていきたいと思います。はい、ファイナルファンタジー8ですね。8もリアルタイムでやったゲームで、すごい好きなゲームになるんですけど、はい、毎回恒例メンバーチェックワンツー行っていきましょうか。一応スタメンにしてるのはリノアちゃん、ラグナちゃん、スコールちゃん、セルフィーちゃん、イディアちゃんで、氷パーティーですね。ラグナが氷チェイン持ってるので、まあ物理なんですが、うん、まあ、リノアちゃんとイディアちゃんは魔法ですね。みんな覚醒持ってるのかな。それではですね、メンバーチェック行ってみましょうか。まずはスコールちゃんから。スコールちゃんなんですけど、はい、魔法剣キャラ、魔法剣キャラ僕好きなので使ってます。で、超絶4つ持ってますね。あと覚醒持ち、オバフロー義持ちと、そこそこ揃ってる、まあまあ揃ってるんじゃないかなと思います。ガチャマテも1個持ってますね。開幕マトイシンクロ引きたいところです。リノアちゃんなんですけど、リノアちゃんは覚醒持ち、超絶持ち、戦技、星6戦技持ちですね。こちらも氷の魔法パーティーではスタメンになってます。超絶も3つ持ってますね。はい、シンクロ引きたいところです。ガチャマテはまあまあ揃ってますね。リノアちゃんもっと育てたいかなっていうのありますね。キース先生、はい、見事に超必殺しか持ってませんね。はい、ガチャマテなし。ゼルなんですけど、ゼルは超絶バースト持ちですね。超絶、はい、追撃なんですね。まといもありって感じですね。お、モンクアビもう一回放つ、いいですね。ゼルはな、なんだろう、リアルタイムでやってる時パーティーには入れてましたね。セルフィーちゃん見ていきましょうか。覚醒持ちなんですよ。覚醒と星6戦技持ち、マミムメモにスロットフルケア、超絶3つ持ちですね。結構セルフィーちゃん使ってたんですよね、この覚醒を手に入れてから。星6戦技を持ちということで、その時星6戦技持ちがうららちゃんと、うららちゃんじゃないや、セルフィーちゃんとリルムちゃんしかいなくて、レコードボードフルダイブしてたのがセルフィーちゃんだけだったんで、結構セルフィーちゃん使ってたんですよね。でパッションサルサ使いながらって感じで、今ちょっとうららちゃんとかエアリスちゃんもいるんで、セルフィーちゃんの出番がちょっと減ってきたかなって感じがするんですが、もちろん8パーティーがスタメンです。アーバイン、アーバインって原作の時からあんま使ってなかったな。でサイファーちゃんなんですけど、サイファーちゃん闇パではずっと使ってたんですが、なんだろう、新チェーン初めて手に入れたのがサイファーちゃんだったんですよね。しかも97で手に入れました。はい、その頃から考えるとずっと使ってて、反射持ち、超絶2個持ち頑張ってたんですけど、チェーン要員としてはもうシャドウちゃん、もうアタッカーとしてもシャドウちゃんがいるんで、残念ながらサイファーちゃんは闇でも8パーティーでもスタメン落ちになってしまいました。サイファーちゃんも結構ね、いい仕事してくれてたんですが、はい、また何かの機会で使っていきたいかなと思います。でラグナちゃんなんですが、チェーン持ち、超絶2個持ち、覚醒持ちですね。なんだかんだ結構揃ってるんじゃないかと思います。でイディアちゃんなんですが、イディアちゃん覚醒持ち、超絶2個持ちですね。アテリア、ガチャマト1個持ちですね。ライジンちゃん、ライジンちゃんなんですが、バーストのみ、カヤクマトイですね。カヤクで、風神ちゃんなんですけど、新チェイン風で持ってるんですが、魔法の方ですね。そこからやることがないんですよね、正直。アビもそうなんですよ、ちょっとやることがないんですよ、風神ちゃん。バーストたまったらバーストで攻撃する、そんな感じですかね。なので風神ちゃん覚醒とか欲しいですね。はい、キロス、キロス何も持ってないですね。ウォード、ウォードも何も持ってないですね。アルテミシアちゃん、アルテミシアちゃん覚醒持ちで、オバフロ奥義持ち、超絶も一応持ってますね。ブレイブですね。はい、アルテミシアちゃんが覚醒出てくれたおかげでアニマ使えるんで、闇の魔法パーティースタメンに入ってます。まといがないのがちょっとレックなんですが、
でも開幕があれなんですよね、風闇とかじゃない感じがあるんですが、相手メシアちゃんこれでアリナ使ってます。はい、そんな感じでファイナルファンタジー8メンバーの紹介はこんな感じ、振り返りですね、いつもの。ではやってみましょうか、シリーズハッピーラッキー装備召喚。ちょっとね、1日空いちゃったんで、あの7で配信されちゃってますので、まずは僕の8を、ラグナムですね。中華シリクロ4つ入ってるなぁ、いいなぁ、まあ、正直欲しいのはやっぱりシンクロですよね。リノアちゃん、リノアちゃん強化いきたいと思います。ジェムで回します。さあ、いいの出てほしいところですね。はい、おまじないしていきましょう。ホロイムは、お、いい揺れじゃないですか、いい揺れだったんじゃないですか、ブーンブーンブーンって、ちょっといい揺れなんじゃないでしょうか。レイス変わったらもうマジもう全部大当たりですからね。来た、来ないですよね。いやー、これオバフロオーギとかなんかじゃないですか。まあ、リノアちゃん来ましたけど、持ってますね、絶対。あー、オバフロオーギですよね。3本ぐらい持ってるんじゃないですか、これもう。そんな感じしますね。もうだってマックス重なってますもんね。ワルキューレ。ワルキューレ、マジか。ちょっとリノアちゃん、あともう一歩でシンクロ一歩なのかどうかわかんないですが、まあ、そんな感じでファナンデジレコードキーパーメロージャム TV、 今回はリノアちゃんオバフロ奥義かぶりでした。はい、次回はファナンデジ7回すので見ていただけたら嬉しいです。 DJ ソライズでした。サンキューマハロー。